なのに。平日なのに。平日なのに。すごいな。誕生日も平日なのに。そうですよね。わざわざ休んできますけど、来月も平日じゃないですか。いやだから来月は休む。来月は。もう先月だよね。先月のあの、もう悔しい思いはしない。あんな姉妹のひなすけさんゲットするというね、屈辱の瞬間を見てしまった。もう本当に、でも仕事終わってから来ればよかったってことかも。台紙だけもらえればね、なんとかなったっていう話。ああ、そうですか。うん、実感ぐらいでほとんどなんかシールがなくなっちゃって、うん、僕も台紙だけもらって、でも台紙さえもらえればそうです、まあ、あとシール回ってシールもらえるという話だったんだけど、あそこで3時間かけて自宅から車